どうぞお座りください。今日は、先ほど朗読いたしましたように、長い箇所を朗読いたしました。というのは、切れなかったからなんですね。で、いろんな、まあ、仲介書とか説教集を見ますと、やっぱり、この、箇所ですね。まあ、このような、今の読んだ分量で、こう説教したり、また解説しているということが多いので、まあ、私もそれ以上できませんので、この、ちょっと長い箇所を、そのまま朗読させていただきました。で、長い箇所というのは、当然ですけども、どんなお話、聖書に限らないんですけども、最後でまとめるわけですね。で、この箇所の、最後でまとめたのが11節12節の言葉になります。まあよく私申し上げるんですけども、まあ私の話がよくわからない、まあ責任は私にあるわけでちゃんとお話できないというですね、まあ申し訳ない気持ちでいつもいるんですけども、まあでも最後のこの部分は、ぜひ、覚えて、おいてくださいということが、11節12節です。読んでみますと、私たちが切望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果、怠け者とならずに信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ者たちに習うものとなることですっていうこの箇所です。三つのことを言ってるんですね。今の言葉。一つは、この十一節の後半に、最後まで私の希望について、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けるここです。最後まで十分な確信を持ち続ける。で、これが十二節の後半の言葉。約束のものを受け継ぐもの、約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることでしょうってありますよね。これはどういうことかというと、まあ皆さんもお気づきだと思いますが、私たちの信仰生活の最後、ゴールを言ってるわけです。で、ゴールを目指して最後に希望を持って、まあその確信を持ち続けていく。そして約束のもの、十二節の約束っていうのはこれは永遠の御国、新天新地のことですね。私たちの、まあ、ある意味はついの住処、永遠の最後の住処ですよね。神様と救い主イエス様がいらっしゃる。そして、あがなわれた者がそこに永遠にいるという、まあ、要は永遠の御国。もっと短い言葉で言うと、キリスト教の天国ですよね。そのことを言ってるわけです。で、この天国の約束を受け継ぐと言ってるわけです。わかりますよね。で、これが、ゴールの話です。で、ヘブル人への手紙は、この最初からイエス・キリストが神であるということと、あとは救い主であるということと、そして、今現在、イエス様がね、天において父なる神様の右で、私たちのために取り出してくださるっていうことをずっと言ってたことなんです。私たちの信仰生活ってどうもですね、まあ、現実問題から困った、私も困ったこといっぱいありますけども、困った、神様なんとかしてくださいっていう話になるんですけども、まあ、これは別に、もうそうだと思うんですね。私も皆さんも同じだと思うんですけど、でも信仰っていうのは、やっぱ神様から始まるので、神様がどういうお方なのか、イエス様がどういうお方なのかっていうことが、まあ、ちゃんとこう、把握しないで、受け取らないで、下ばっかり見て、困った、神様困ったってして、まあ、イエス様見ない、神様見ないっていうことが、まあ、起こるわけですね。そういうことない人っていないと思います。私もそうですね。まあ皆さんもそうです。そして特にまあ現実問題いろいろあると、大変だ、困った、どうしようっていう形で。で、まあ結局はなんかこう、
まあ、どういう人生通ろうと、苦しいことがあろうと、まあ楽であろうとも、とにかく一番最後はこの永遠の御国に、ね、導かれていく。で、それは自分で頑張って天国行くんじゃなくて、神様と、そしてイエス様の救いによって、そして今申し上げたようにイエス様の取りなしによって、取りなしによって最後のゴール、まさに最後ですよね。で、そのことを、確信持って、もう確信を持ち続けて生きていくことができる。まあ、これがもう信仰生活のすべてですよね。イエス様を信じて、一方的に神の恵みによって救われたことはもう奇跡中の奇跡、大感謝なんでございますが、でもそれ以上の大感謝があるとするならば、それは私たちの生涯を最後まで導いてくださって、永遠の御国に導き入れてくださるという、このことももう大大感謝になるわけです。そして、まあそういう人たちが、いたわけですね。12節の後半、約束のものを受け継ぐ者たちに習うものとなることですって。習うものだから、その生き証人の人がいたんですよって言ってるわけです。いや、どこにいたんですか？それは聖書の中に、旧約時代もそうだし、またこの新約時代、このね、イエス様を信じた人たち、有名で知られてる人たち、無名の人たち、そして私たちもそうですよね。そんな人知りませんっていうわけじゃなくて、私も、まあ、まさにね、約束のもう受け継ぐ者たちを、者たちに習う。あ、明らかにこの方はイエス様を信じて、天国に導かれるような生涯を送られたというふうに、まあ、私がもう思うというかね、あ、本当にそうだ。私もこういう人になりたいな。一応、イエス様は信じてたんだけど、こういう人にあまりなりたくないな、じゃなくて逆ですよね。まさにそのこと言ってるわけです。つまり、ゴールの話をしました。ところがですね、12節見ますと、その結果、ゴールを目指してるわけですよね。確信を持ち続け、で、ずっと持ち続けていけばいいんだけど、その結果、その後、怠け者とならずって、この怠け者って言葉が出てきました。で、次は、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐですから、怠け者になってはいけませんよ、ということですよね。で、もう一つは、信仰と忍耐を持ち続けることが、まあ大事ですよ、ということを言っていることがわかります。で、この二つというのは、私たちの信仰生活のもう現実なのであります。はっきり言いまして、信仰生活っていうのは、綺麗事では済まないんですよね。もう本当にいろんなこの現実の生活の中で信仰が萎えてしまう。またいろんなことを聞いたり見たり、また、まあ、クリスチャンであるという人たちにもいろんな考え方、見方がありますからね。現実ありますのでね。で、そういう中で、ああ、どうしようってこうなっちゃうのが現実なのでございます。で、そういう中で、まあ、細かいこととか、この例はどうするんだ、ああだって置いときまして、怠け者とならずって言葉が出てきましたよね。じゃあ、怠け者っていうのは、まあ、怠惰ですので、ね、もう、ぐうだらしてるというふうに取るでしょうか。もしそうだとするならば、私はもうダメです。私はそもそもぐうだら人間ですので、きちっとちゃんとしてないんですね。もう性格的にそうなんです。で、その欠点があるので、なんとか、まあ、しよう。してもなんか、ぐうだらな面っていうのも今でも出るわけですね。で、そういう、怠け者っていうんだったら、私はもうちょっともう無理なんですけども、じゃあ、ここでですよ。ここで言ってるのはどういうことなのかってことなんです。で、ここが実は、10節から、今の結論になるまでの11節に具体的に書いています。で、その時に11節。このメルキゼデクについて私たちは話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。で、こっからこう、入ってくるわけです。
や、あなたの信仰生活、ぐうだらだね、だらしがないね、しっかりやりなさいよなんて、はっきりまして、全然言ってないんですね。言ってることは、メルキゼデクについて説明したいんだけども、聞くことに対して鈍くなっているから、このことは、ちょっと、まあ、話せないんじゃなくて、その前に言いたいことがあるんですよって言ったんです。で、言いたいことなんて言ったか、12節。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の初歩をもう一度誰かに、教えてもらう必要があります。あなた方は固い食物ではなく、知識を必要としていますって、ここなんですね。で、これ、誰に対して言ってるかっていうと、ヘブル人への手紙ですから、ユダヤ人がクリスチャンになった人のことなんです。で、私たちはユダヤ人じゃないので、聖書の背の字も知らない、キリストの木の字も知らない、民族ですよね。ですので、まあ、よくわからなくて、もうとにかくもう神様、イエス様、もう信じますって言って、まあ、ある意味では非常に単純な、ね、本当に単純な子供のような信仰を持ってもよくわからないけども、とにかくイエス様の十字架信じますって言って信じたっていうのが、まあ、ほとんどだと思います。ほとんどだと思いますね。ところが、ヘブル人の手紙、つまりユダヤ人ですから、旧約聖書のそういう知識とか、旧約聖書のバックボーンがあって、そして旧約聖書のままじゃなくて、この来られたメシアであるイエス様を信じるという信仰を持ったクリスチャンのこと言ってるんです。で、私たちに置き換えると、ベテランクリスチャン。もうクリスチャンホームでね、バッチリ、もうね、小さい頃からもうがっちりもう来てね、そして、聖書もちゃんと学んでっていうのと似てるわけです。だからここで、年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらずっていうのはそういうことなんです。で、この時に、知識の問題を言ってないんです。この知識の問題言われると、まあ私も失格なんですね。本当にもう頭に入らない一人は。でもここで言ってるのは、知識の問題じゃなくて、11節に聞くことに対して鈍くなっている、鈍くなってるって言ってます。鈍くなってるというのは、もっとわかりやすい言葉で言うと、マンネリですよね。あ、知ってるよ、知ってるよ。こんなのもう小さい頃からもう親の世代から、いやいや、ずっと前から聞いてる。あ、そんなの知ってる。今更言わなくてもって形で、もう鈍くなってるってことです。ですよね。だから、教師になっているにもかかわらず、つまり年数は経ってんだけども、じゃあ、基本的なことが分かってるのかというと、どうも、基本的なことをもう一度教えてもらわなきゃならない始末なんだと。で、だったら、ここ重要だしね。だったら、イエス様信じてないのか、救われてないのかっていうと、そうじゃないんです。あなた方は固い食物ではなく、父が必要となっていますって言って、父は飲んでるんだけども、固い食物は、ね、食べられない。これ食べ物の話してるわけじゃないですよね。神の御言葉、聖書のこと言ってるわけです。イエス様の言葉のこと言ってるわけですね。で、そう、いや、いいんじゃない、別に、救われて、そして、父、ちっちゃい赤ちゃんがね、おっぱい飲んでるわけですよね。そして、すくすく育って、いるんで、まあいいんじゃないの。私も父好きだし、まあいいよ、もう硬い食物はいらんよと。結構ですよっていうふうになってしまったとすれば、何かというと、大人になれない。成長できないっていうのが14節なんです。硬い食物は、善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものなのです。で、ここはまさに大人の定義。大人とはどういう人なのか。これ社会的にも合ってると思いますし、信仰的にも合ってると思うんですよね。で、硬い食物っていうのは、聖書を、まあ、好きだ嫌いだ、ね、わかりやすい、自分にとって美味しいところだけ食べて、他はもう結構ですっていう形で、まあ、簡単に言うと、
美味しいところつまみ食いっていう意味です。美味しいところつまみ食いで、それはそれで美味しいし、いいなって話なんだけど、それにとどまっていれば、この善悪を見分ける感覚が、こう、なんつうかな、鈍感になっちゃう。感性が麻痺するということなんですね。感覚、感性。まあ、これ多少、ちょっと敏感な人と、まあね、ちょっとそうじゃない人がいると思いますけども、いや、感性が麻痺してしまうと善悪がわからないということになっちゃう。じゃあ、その感性がわかる、感性が麻痺しないってことは、硬い食物。私はもともとね、優しい人なの。私はもともと良心的な人なのっていうその感性。まあ、それぞれも悪くないんですけども、ここは硬い食物のことですよね。ですから、聖書によって、そういう、こう、感覚を、鋭敏な感覚にね、していく。少なくとも鈍感にならない。私もまあ、鈍感なタイプで、自分でも情けないなと思いますが、でも、ね、本当にこう、ね、見分けられないぐらい鈍感になっちゃいけないな、思いますね。私は教会学校に行った時に、まあもうちっちゃい頃です。今でも忘れません。罪がわかるっていうのは、釘を踏むようなものだってね、教会学校の先生言ったんですね。だって、釘踏んだら痛いってなるでしょう。聖書読まなければ、踏んでも痛くないんですよ。血が流れても痛くないや、ってね。その結果死んじゃうんですよ。これすごいもう、私も、覚えてるんですね。感覚です。で、もう一つは、経験。経験っていうのは体験していく。頭の中、どかね。なんか理念的だとか、ですね。まあ私もそうですよね。なんかいろんなことを、まあ言うんだけど、じゃあ実際の生活で何を経験してるんですか？実際の生活で、ね、そういう本当にこう、信仰説、神様を信じるという、その生活をどういうことを体験してるんですか？経験してるんですか？っていう、そういう話です。あともう一つ、その経験がもっとぐっと深くなって、訓練された大人ですよね。興味のない方も今、ね、大谷さんってね、興味ない方も知ってますよね。今ちょっとね、リハビリ中ですけど。まさにあの人、訓練ですよね。高校時代から自分は、大リーグに行くという形で、もう先見据えてね、こう、まあ、訓練してたんですよね。つまり、その経験を蓄積していって、そして、より良いものにというふうにしていくということなんです。で、そのことが6章に入りまして、ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、成熟目指して進もうではありませんかと。成熟目指して進むということなんですね。実は私は、必ず他の先生の説教を、やっぱり、読んだり見たりするんです。別に真似するっていうんじゃなくて、やっぱ他の先生がどういうような説教をしてるかっていうことは、このヘブル人ですよ。まあ、いつもそうなんですけどね。で、この時に、この長いこの箇所を、この今のタイトル、成熟を目指してっていうふうに、いわゆる説教台してる先生結構多いんです。私も真似しようかなと思ったんだけど、別にいいんですけどね。まあ、今日のお話も、もっとこう、ざっくり言うと、私たちクリスチャンが、こう、成熟をしていく。もう、なんか止まっちゃってる。もういいよと。まあ、ね、幼子のまんまで結構です。幼子って可愛いんですよね。だけど、幼子ってなかったら、まあね、わとかなっちゃいますよね。可愛いんだけど。で、これ、人間もそうですよね。やっぱり、いつまでも幼子のままでいる人いなくて、それなりに、こう、大人になっていくわけでありまして、私たちも、やはり、イエス様を信じて、こう、大人になっていく、成熟していくという、このことを、やっぱり私たちは、この、大事なことなんだ。大事なことなんだ。いや、いいよ、もう。ってね。
それはもうなんかね、あの立派なあのクリスチャンとか、そのなんかね、なんか有名なクリスチャンね、それは任せます。私はもうそんなものではございません。そういうんだったら私もですね、私もそんな牧師ではございませんと。もうそういうことはもうね、もうできる方、素晴らしい方にお任せいたしますんで、私は関係ないんですって言って、自らをもう閉ざしてしまう。で、その自らを閉ざしてしまうときに、結局は、最初はそれでいいようなんだけども、やっぱ皆さん何でもそうですけども、信仰以外でも成長がないっていうのは自分自身がやっぱり納得できませんよね。達成感もないし、成長もないし、愛も変わらず同じところをぐる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 回ってるってね。で、これははっきりまして、そういう面は、もう私も否めないんです。否めない。そう感じない人はいないと思います。で、そう、いや、もう本当そうです。成長しません。で、クリスチャンのですね、お若し聞いてみると、大体枕言葉でですね、年数ばっかり経ってっていうね。まあ、そこ、さっぱり成長しなくて言葉が出てくるんですね。で、それは、謙遜な意味で言ってるのと、もう一つは、本当にそうだとしたら、まあ、ね。やっぱりちょっと考えなきゃいけないなと。私はもう、受選、洗礼受けてもう50年経ってます。53年。牧師のまあですね、これ、ご奉仕して30年超えてですね。まあ、いわゆるベテランの域ですよね。ベテランどころかもう、ちょっと引退見えてるって話なんだけども。で、そういう中でもういいですよと。こんなもんですよって、ね。もう、年取ってももう本当にもうこんなもんですよって言って、確かにそうかもしれないんだけど、今日はそれでもうなんかドンと腰据えてしまうんじゃなくて、成熟目指して進もうではありませんかっていうことなんですね。で、その時に、成熟目指して進む時に、やっぱり御言葉ですよね。固い食物。やっぱり御言葉によって、まあ、成熟していくということです。いやー、御言葉って言ってももうちょっと聖書を読むのもちょっとなかなか体力もなくなってきますし、とかね。現実そうですよね。今更なんか勉強なんていうことも頭も回らないし、私もそうです。もうその世代になりました。まあできる方は本当に感謝ですよね。でもなんかそういう、実はそうなんですけども、でも私たちはやはり自分が成長したい、成熟したい、本当に今のままでも、まあ悪くはないかもしれませんけども、やっぱり残る生涯、やっぱりより、やっぱり神様に、まあ用いていただくことって何だろうか。本当にできることはどん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 。ちっちゃくなってくるんですよね。若い方は大きくなってきますけども。私もそうですね。もうちっちゃくなっていく中で、まあ、これでいいよっていうふうにね。で、その、これでいいよっていう時に、じゃあ、痩せ馬に鞭打つように、奉仕をしなさい。教会も大変なんだから頑張んなさい。あなたが選んでるのは誰がやるの？ね。もう老体に鞭打って頑張んなさい。ね。もう献金もしっかりやらないとダメじゃないのって、なんかこう、ね。なんかそういうことではないわけです。まあ、多少は、まあそういうことはないことはないかもしれませんけども、やりすぎはまさにカルト宗教になっちゃいますからね。絶対やっちゃいけない。いや、そんなことよりはもうできないんですから、やっぱり私たちは御言葉によってこう成熟していく。その時にやはり何かというと、あの人は永遠の御国に目指して生きていってるんだっていうことがわかる生き方だと思うんですよね。神様信じてない人さっぱり変わらない。変わらないどころか、なんかブツブツ文句ばっかり言ってるっていうふうになるとね。いや、ちょっとこう、いや、ちょっと、まあ自分がね、まあそういうふうにこう、なっちゃう面があるんですけども、でもそれではやはりいけないなっていうふうに思うんですね。私たちはもう最後の一息まで、やっぱり御言葉によってこう、成長し成熟していく。
や、もう今更、ね、もういいですよ。ね、なっちゃうんですけども。私が北海道にいたときに、これ何回かお話したかもしれませんが、北海道ケテクコンベンションっていうですね、大きな集会がありまして、そこに東京から毎年通訳で来る増田っていう先生がいました。で、30年以上ですね、ずっと北海道のために、北海道に重荷を持ってですね、絶対に欠席しないんですね。多少ちょっともう健康とかいろいろスケジュールがあっても、それをね、無理してでもね、もう北海道に重荷を持ち続けた先生で、まあ、30年以上、通訳に来てくださってるんですね。説教じゃなくて。まあ、北海道の人たちにとってみたらもう本当にね、恩師みたいな先生なんです。増田先生ってね。で、その先生がもう私はこれで終わりますと。もう今年で終わりますと。もう、もう体力的に来れなくなりました。そして家内ももうちょっと病気になりましてっていう話だったんですね。ああ、先生どうも本当に北海道のために30年間もうね、ちょうど3月ですから、まあ、雪降る時とかいろいろ大変な時に来てくださって、本当にありがとうございますって。その時に先生は通訳ですからほとんど自分の話をしないんですよ。通訳ですからね。でも、最後に短くですね、自分のお証しをなさったのを私忘れません。皆さんもう来年は私来れませんと。そして、自分の奉仕教会主任牧師も譲りますと。もう70、80近かったのかな。そうですね、80近くて。で、今回もようやく来ました。で、今、私がしてることは、もうその病気のね、その家内と二人で生活してますと。で、その時に、御言葉カードありますよね。子供のように、御言葉カードを、家内と自分と読んで、お祈りしてます。で、そのことが、私たち夫婦にとって、一番の恵みなんです、ってお話しました。で、その先生はすごい、学者なんですよ。すごい学者なんですよ。で、私、そのことが本当に思いました。ああ、そうなんだ。私たちも最後までできることっていうのはやっぱりそのように本当にね素晴らしいね人格的にも素晴らしい学問できる先生だろうといやいやちょっともうそんな聖書なんか読めませんもうとにかくね本当にもうやっとこうやってますっていうのはまあ私みたいなものでもまあとにかく御言葉によって成長する成熟させていただく私たちがどんな年になったとしても、自分の信仰がこう成熟していくことの植え替わきがなくなれば、この後言うように、なんかこう信仰が慣れてくると思いますね。それ自分でしちゃうわけですね。これでいいんだ。いや、所詮こんなもんだし、いや、もうそんなね、頭も悪いし、私のことですよ。頭も悪いし、そんな今更聖書なんか、で、でもずっと時間だけ経って。で、その時に私たちは、いや、そうじゃない、本当に上乾いて、ダメだったら、また本当に成長してないんですよね。私も恥ずかしいんですけども、成長してないのはよくよくわかるんだけど、成長してないっていう子たちで、居直らないってことです。今日、ネットでも聞いてらっしゃると思いますが、この一点だけ、やはり、パウロじゃないですけども、私は絶望します。で、自分自身のことも思いますね。もう、こんなもんでいいんです。もう成長しなくていいんです。じゃあ成長するのは何なんですか？ちゃんと奉仕しなさい。一生懸命頑張んなさい。老体夢中ってやりなさい。ではないんです。そんなことやったってもう、逆ですよね。むしろもう、あと自分の首絞めちゃいますから。なの分かってます。私たちやっぱり、もう本当にね、その、増田先生のように何にもできないんだけども、御言葉によって成長する。そして御言葉をやっぱ植え替えて、それを栄養として、糧として生きていくという、その生き方しかないと。本当に、それだったら、
私もできるし、それだったらそういう中で神様が私を成長させてくださる、神様が私を変えてくださるんだ、私はもうできないけれどもっていうね、そういうこう、まあ信仰と言いましょうかね、そういう考え方になっていくのではないかと思います。そして、まあ、時間も限られてます。9節ですね。5節から8節まで、4節からごめんなさい、8節まで、ちょっと厳しいこと言ってるんですね。で、厳しいことを言ってるんだけども、で、これは何を言いたいかというとですね、ポイントは何かというと、5節に、神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上で堕落 してしまうならって、この味わった上で堕落してしまうならって言ってます。味わった上で、経験した上で。じゃあ、この経験っていうのは、本当に神様がくださる恵みの、まあ、フルサポートなんです。全部なんです。なぜならば、4節、一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に扱うものとなって、神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上でしょ。言葉では去っておりますけども、これ実際、現実どうなのかってすごいことですよね。例えば一番最後の来るべき世の力を味わった上で、天国の恵み、天国の希望を味わいましたかって言われたら、いや、さっぱりわかりませんとは言わない。ちょっとですよね。ちょっとですよね。だから、こんな素晴らしい救いを、ね、神様のフルのトータルな救いを味わった上で、その、まあ、ご馳走に例えるならば、美味しいご馳走、フルコースのご馳走を食べた上ですよ。食べた上で、その、フルコースの食事を吐き出す。何これまずい。こんなもの食えたもんじゃないっていうなんです。ですから、これはありえない話なんです。神様の恵みをね、いらないなんていうことはありえない話でしょっていうことなんですこれね。そして、まあちょっと本当に成長がないな、もう本当に自分でも情けないなと私も思います。ますます老化するとそう思うようになりました。でも9節、だが愛する者たち、私たちはこのように言ってますが、あなた方についてもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。愛する者たち。私たちは神様に愛されてるわけです。ですよね。愛されてる。神に愛されてる者たち。あなたは神様の愛の中にいるんです。そして神の愛の中にいるっていうことは、それはもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。で、これはこれから救われるっていうんじゃなくて、永遠の御国のこと、ゴールのことを言ってるわけです。ね。ゴールに必ずつながりますよ。そして10節、神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働き愛を忘れなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに使い、今も使えることによって神の皆のために愛を示しました。本当に足らないけども、小さなことでも、またね、情けないことでも、まあ、とにかく信仰を持ってね、行ったことを神様はご存知だって言ってるわけです。何やってんの？ねえ。やったはいいけど、情けないねって神様はおっしゃってないわけですね。こんなこと言われたら私も牧師辞めなきゃいけません。はい。即座に辞めなきゃいけません。でも神様は本当にね、もう不十分なちっぽけな小さな、そういうもの、神様はご存知だ、ああ、本当に、まあそういうものがあったとしたら、神様ご存知なんだっていうことですよね。そしてそういう中で、もう今申し上げました、怠け者にならず。怠け者っていうのはぐうだらっていうよりも、やっぱり、こう、神様によって成長させていただく。このままじゃなくて、神様に成長、成熟させていただくっていうことも、もう結構ですと。もういりません。いいんです、私はっていうふうなことだと思いますよね。いかがでしょうか。そして最後、成熟っていうことの言葉を置き換えるならば、私たちが成長する、成熟するっていうのを置き換えるならば、やっぱり信仰と忍耐ではないかなと思うんですね。で、特に、まあ信仰はわかりますよね。忍耐ですよね。忍耐っていうのは、やっぱり時間がかかりますよね。
大変なこととか、しんどいこととか、あるときに、やっぱり忍耐をしていく。で、この忍耐をしていくときに、私なんか忍耐強くないタイプなんだけども、この前に、このイエス様の忍耐、キリストの忍耐を言ってます。で、これで終わりますが、5章の、8節ですよね。ちょうど皆さん聖書を開いている5章の8節。キリストは御子であられるのに、受けになった様々な苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メリキゼデクの霊に習い、神によって大祭司と呼ばれました。ちょっとこの中でこのメリキゼデクの話をしたかったという話ですよね。それちょっと止めて、あなた方はやっぱりね、神様によって成長していくのが大事なんですよ。って言って、この成長、忍耐の時に、この、もうすでに、キリストの忍耐のことを言ってますよね。神、キリストは御子であられたにもかかわらず、やっぱり様々な苦しみによって従順を学んでいった、そのイエス様が、私たちの忍耐を支えてくださる。だから忍耐ということを分かっている方が支えてくださる。分かってない人がね、忍耐しなさい、我慢しなさいなんて、できっこないわけで、私たちは本当にイエス様によって、こう、忍耐していく。で、そういう中で、それぞれ違うと思うんですね。やっぱりこう、信仰が成長、成熟させていただく。で、最後、もうこれで終わりますが、要は言いたかったことは、コリント人の手紙の、3章の、8節を見てください。329ページ。3章7節でしたね。失礼しました。成長とか成熟とか言われると、いや、ちょっと私は無理無理っていう人は3章7節。ですから大切なのは植えるものでも水を吸うものでもなく、成長させてくださる神です。成長させてくださるのは神です。成長させてくださるのは永遠の大祭司である主イエス様が取り出してくださり、そして忍耐を持ってね、私たちをこう導いてくださるからですね。そのことを私たちは信じて信頼して、そしてそれぞれ与えられました大切な生涯、信仰生活、まさに最後まで、最後の一息まで全うさせていただきたいなと思います。お祈りをいたします。神様、成熟目指して、また怠け者とならず、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなる。もう一度、神様、私たち、特に信仰生活の長いもの、このものもそうです。本当にもう一度、神様が、成長させてくださる。また、ある意味では励ましてくださる。そして、警告してくださる。注意してくださる。本当に生ける誠の神であることを感謝いたします。人それぞれそういう中で信仰生活を歩んでおります。もうとにかく私たちは、本当にこの地上の生涯、最後の一息まで全うしたいと願っておりますし、特に御言葉によって、固い食物によって成熟し、大人のこの信仰者になりたいと思っております。自分ではなれませんけれども、でも成長させるのは神であることを信じておりますので、少しでもそうなれると信じて、私たちもどうか信仰生活を歩み続けていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、